鹿さん、あ、はい、あの、なぜか風の便りで次長この浜松大会取材意外とそうですね。もちろん行きますと思う。それはやっぱりお目があったら、まあ、あの区対ポーゴの試合、そうですね、開幕と最終戦が後楽園で、はい、まあ、その間というか中間で割と重要な浜松大会だったんですね、はい。まあ、あのこのウイングプロモーションがね、旗揚げしてからね、ジプシー・ジョーがね、やっぱりスポットライト浴びてるわけなんですけども、前の季節ジプシー・ジョーとはこのウイングプロ、今回が初めてのシリーズ一緒ということなんでしょうかね、山本さん。 Are you like the first, is this like a first tour touring with Gypsy Joe? Yeah, I haven't seen Gypsy Joe in a long time since he was in Tennessee years ago. テネシーだった時以来だから、やっぱ初めてじゃないですか。日本ではシリーズ初めての、対三宅戦ですけどもね、まあ、志賀さん、はい、このシリーズジプシー・ジョーは2月16日最終戦金網デスマッチで、そうです、対ミスターポコ戦決まりましたけどもね、いよいよまあ本領発揮になるかなというところですね。あ、もう終わりですか。あらら、逆エビですよ、ジプシー・ジョーの逆エビ固め離しませんね。三宅戦ちょっと精彩ないですね、本当に元気がないというか、そうですね、ジプシー・ジョー元気、そしてディック・マート元気なのにね、なんでこの若い三宅元気ないんでしょうかね。続いてはアイスマン対ミゲル・ペレス・ジュニアという、元気者のね、シングルマッチですけども、志賀さん、はい、まあ、ウィングプロモーションのね、旗揚げしてからこのアイスマンっていうのはもうずっとシリーズ参加してますけども、そういうことですね、マスクマンですけどもね、このミゲル・ペレスとの、戦いというのはなんか先シリーズからですね、そうですね、はい、結構激しくやり合ってて、はい、最終戦で一応あのカリビアンヘビー級、はい、タイトルかけて一騎打ちやりますね、はい、そして忘れてならないのが山口さん、このミゲル・ペレス・ジュニアがプエルトリコ WWC のカリビアンヘビー級チャンピオンで、マードック選手はそのテレビチャンピオンということで、このミゲル・ペレス・ジュニアというのはどんなレスラーと見てますか。 What do you see on Miguel Perez Jr. since you're the TV champion and he's like Caribbean heavyweight champion? He's a great wrestler, he's a great athlete, you know, andhe's a second generation wrestler too. His dad was a very, very fine wrestler. So、mm-hmm. he's got one thing in his favor, following his father's footsteps.、Mm-hmm. 彼も二世レスラーですね。あ、お父さんが。お父さんが、かの有名なミゲル・ペレスというね、ニューヨークで。そうですね。ロッカとか、あの辺と一緒にやってた。リッキー・スターとか。はい、そうです。まあ、その二世レスラーの血を受け継いでる選手なんでね、非常にいいものは持っていると。はい。さあ、アイスマンが最上、あ、半回転のフライングボディアタックを見舞った。体格的にもほとんど互角と言っていい両選手ですけども、あ、こんなことやるんですね。サンセットフリップですね、器用なミゲル・ペレス・ジュニア。カーケッツ、あのサンセットフリップ、はい、焼肉のようだったねってよくわかんないですね。よくさ、必ずスタッフと一緒に今度一回焼き鳥行きましょう。それ、VTR 回しましょう。よくさ、これ言ってください。話がずっとそっちに焼き鳥に流れちゃうんですけどもね。こんななんかやっぱり志賀さん、はい、マードックさん温かくて、なんかやハートがいいなというのはなんかまた不安が増えちゃいますよね。本当にもうなんか日本通のもう大予感って感じじゃないですか。なんか日本で来てステーキとか食べないんでしょうかね、山本さん。日本で来てステーキとか食べないんですか。焼き鳥ばっかり食べて。Not talking about the wrestling match over here. Do you eat like steaks here in Japan? No, not so much. You know, I like when I come to Japan, I like the food so well. I go for the Japanese food. やっぱ日本に来たら日本食っていうか、焼き鳥屋と焼肉屋みたいです。そうですか。Tempura, you know. 天ぷらもうどんも好きですし。Anything, you know. 女性はどうでしょう。日本の女性は。日本の女性ですか、How do you like Japanese girls? Oh yeah. Oh yeah だ。そうですか。聞かなければ。All the Japanese people are fine. I'm telling you, the Japanese race is a fine race of people. Everybody's fine. あと、その間にですね、なんと回転エビ固めでアイスマン。エビ固めでしたね。首固めでしたか、これは。失礼しました。20分27秒ですね。予想以上に長期戦になりましたね。20分いきましたね、志賀さん。あのミゲル・ペレスも押してましたけどね。そうですね、志賀さん生で見ててこの試合はいい試合だったですね。あ、これ良かったですよ、はい、結構ごめんなさい、さっきあの
言うのは知ったんですけど、はい、とにかく日本人好きらしいですよ。そうですか。ありがとうございます。ヘッドハンターズはどうするの、わかんないですけど、聞かない方がいいですか。ホーキャーだって言ったから、ただ聞いたら、うん、はい、さあ金村徳田対ヘッドハンターズのタッグマッチ、金村が大回転トーペ、このシリーズ、志子田さん、はい、開幕戦から金村選手、入ってますね、開幕戦でこの技、トーペコンヒーロー初公開したんですね、なんか、金村選手、あ、変わりましたね、はい、I think this Japanese, not this, well, this judo boy too, but I think that other Japanese boy、mm-hmm. is going to have a good future in professional wrestling.、Mm-hmm. はい、この柔道ボーイもそうなんですけども、はい、特に金村選手、はい、お気に入りらしいんですよ。あ、マード選手。で、どこ辺に将来的にも非常に宿坊してるらしいんですよ。ああ、はい。So、I worked out with them and、they've got good potential. They catch on fast. 稽古してても非常に飲み込みが早いと。ああ。But see, he's made one mistake there, which I'll tell him. It's when he covers somebody, he needs to wrap him up,、うん、not just lay on him.、うん、やっぱり間違いはね、はい、間違いというか欠点を言えばね、やっぱりカバーするときね、ちゃんとキュッと持たなきゃダメだと。あ、片指とか首を、うん、単にそのプレスするんじゃなくてね、あ、乗っかかって、うん、あ、上にかぶされたときに今こうですね、ほら、あ、ダメなんですね、これダメですね、でも志子田さん、はい、こういうメールエストラーからアドバイスを金村選手もらって、これ本人聞いたら励みになりますよね。金村選手はまたね、なんかリングに上がるのがもう嬉しくてしょうがないっていうか、なんかそういうあれを感じますよね。そうですね、なんかプロレースが楽しくて、一試合でもすごく、ね、伝わってくるという点では僕はすごく結構気に入ってますね、はい、そしてなんといってもこのヘッドハンターズ、145キロなっていうね、一応発表なんですけど、志子さん、はい、どうでしょう、 A と B のこの見分け方なんですけども、ちょっと忘れてきたような気もするんですけど、いや、そんなことないですよ、はい、もうね、志子さんは、ね、まあ、とりあえずムーンサルトやるのは A と、なるほど、いうことで、あ、出ますか、昨年日本、そしてメキシコマットを荒らして、またもウイングプロモーションにね、再び登場したヘッドハンターズ、得意のムーンサードプレスが出て、あ、アクション付きですね、これの時のどよめきがすごかったですよ、あ、8分20秒耐え固め、金村惜しくもヘッドハンターズのムーンサードプレスを浴びて、タッグマッチね、残念ながら敗戦ですけども、 AB があれ、今日は赤の、そうですね、また元に戻りましたね、後楽園の開幕戦では色違いでしたね、そうです、そうです、続いて松永対オリジナル TNT のシングルマッチですけども、初来日を果たしたオリジナル TNT と松永といったら、志子さん、開幕戦でのバンカーウスのタッグマッチもすごかったんですけども、なんといってもバルコニーが飛びましたね、飛びましたね、あれは私、生で見ててすごかったんですけども、もうしっかり株を上げたっていうか、男を上げたというか、その松永選手が、まあ、この TNT を相手に、ね、はい、豪快な勝利を期待したいところなんですけどね、そうですね、マドクさん、この松永というレスラーはどういうふうなポイントで見てるでしょうか。 What do you think of this karate boy?He's got a lot to learn, but he's going to be okay.、うん、you know, you got to respect his sport.、うん、はい、空手という競技もね、はい、ちょっと認めてあげなきゃいけない。でもその中から、はい、自分がもっともっともっとね、はい、稽古をしなきゃいけないんじゃないか。あ、うん、まあ、志子田さん、このオリジナル TNT というリングネームがですね、まあ、プエルトリカには TNT という日本マットファンのですね、おなじみのレスラーがいるんですけども、まあ、全くタイプは違いますね。そうですね、むしろなんかヘッドハンターズ C という、そうですね、開幕戦でなんかファンもですね、C じゃないかとかですね、3号じゃないかとか言ってましたけどもね、ちょっとファイトぶりも TNT とはあまり似てないですよね。そうですね、タイプがちょっと違いますけども、松永ニードロップを落としてエルボードロップ、しかしこの松永、このイングプロモーションに参加して何か一皮むけたと言いますか、結構キキしてますね、あ、なんか狙ってますよ、最上段に登ってフィストドロップ、Who's that referee? Hey, I don't know. 7分35秒、片指片目松永の勝利です。あのレフェリー誰だ、あれはですね、パーシー
パーシー田辺さんじゃないですか。パーシー田辺また新しいのありましたよ。Who's that referee? あのパーシー、アンダーテイカーのマネージャーのパーシー田辺さんじゃないですか。知らないよ。知らない。どうやんな、どうな、俺に言っても通訳できないでしょ。パーシー田辺。そうですね、すいませんでした。吉川さん、ダイジェスト4試合見てきましたけども、ね、どうでしょう、まあ、やっぱりあの内容的にはアイスマンの、ペレスとの試合が、はい、でもうアイスマンはほらほとんどなんか専属っていうかね、そういう感じがもう強いんで、ウィングプロモーションのいわばあのウィングプロの剣道って感じで、もう専属レスラー第1号って感じしますけど、ね、まあ、ヘッドハンターズもそうですけどね。そうですね、そういう面では、はい、続いてですね、注目の、ディック・マードック対ミスター・ポーゴの、強肩対プエルトリコ軍の高速エスカレートしたこのね名イベントなんですけども、ミスター・ポーゴ戦ですけども、マドックさん、ミスター・ポーゴ against Dirty Dick。 Well, do we have to, Wally?行かなきゃいけないのかって。I look pretty bad at the end of it. 私もね、とんでもない一番嫌いなやつですから。I've still got, the scars where they stitched me up. Do we have to go look at it? あのかなりあの試合の最後の方はね、凄惨極まりない結果になったんで、このね。ああ、すごいですね。アップ行けますか？一亀さんですか？ああ。これポーゴ戦からですよ。あるやっちゃね、本当ポーゴっていうのは。いや、そのですね、注目の。That's why I need my man to come and help me next time。だから来なきゃ。ダメだ。あの、後楽園いますから、You bet. All right, buddy. Yeah, we'll do it to him. 脇がためでポーゴ。それでは、注目のビッグマードック対ミスターポーゴの試合をご覧いただきます。さあ、帰ってきました。人気者、約1年8ヶ月ぶりに。ビッグテキサー、ビッグマードック、白いジャンパー姿がね、もう本当に若いなっていう感じですけども、このテーマソングで山口さん、はい、さっき聞きました、そうですか、テキサスダイヤモンドね、テキサスロングホーンズ、フットボールのチャージングミュージック、そうですか、意外と知られてなかったんですけども、本当にある曲なんですね。はあ、吉川さん、はい、このテーマソングはマードック選手が新日本に来日した当時からですよね。もう新日本のそのイメージが強いですけど、ね、ですね、どうしても、続いてもう説明はしません、マネージャービクター・キニョネスを先頭にミスター・ポーゴ、また椅子を蹴散らしたリングに登場しました。Wally, did you see all the fans when I was coming out of the locker room to go to the ring, the kids and the fans and wanting to touch you and grab you? That is what professional wrestling is all about. That's what it makes it so great to come to Japan for these fans over. I mean, it's just extraordinary. まあ、入場する時も、あれだけのファンに囲まれてね、入ってこれるのも、今日本だけじゃないか。そうですか。嬉しいですね。WWF にしても WCW にしてもフェンスありますからね。あ、そうですね。さあ、両選手リングに登場したスペシャルシングルマッチ、時間無制限一本勝負です。まずは魂をプエルトリコに打ったミスター・ポーゴ、この大声援、強肩ディック・マードックです。石川さん、はい、この試合のポイントというのは当然プエルトリコでの構想を引きずったということですけども、まあ、日本でもちょっとタッグとかで当たったことあるんですけど、はい、まあ、一応これがシングル初対決、注目の初対決ということで、そうですね、新日本の時もやってなかったんですね。あ、でもありそうですね、うん、あ、長崎ポーゴ組、なるほど、でマードック選手はアドニスとかスーパースターとか、そうですね、タグ組んでましたけどもね、ほとんど印象ないですからね。そうですね、非常にフレッシュな顔合わせですよね。はい、さあゴングが鳴りました。注目のシングルマッチです。まず握手を求めたマードックですけども、ポーが無視しましたね。ポーゴの足、皆さんご注目ください。もう早くもブーツ石川さん脱いでますね。そうですね、これ序盤戦で意外にも割とクリーンな展開なんですね。You know, Wally, it doesn't matter in what town I go to in Japan. You heard those fans start chanting my name. I mean, it's everywhere. It's to me, Japan is the number one wrestling spot in Dick Murdoch's heart, right? You know, for many years. 日本のファンのあの声援が大好きらしいですよ。マードック、マードックっていうのは。
綺麗にブレイクして静かなスタート、嵐の前の静けさっていう感じですね、静かすぎるぐらい静かですね、ただセコンドにまあキノネスがいますから、やっぱり何らかしら絡んでくると思うんですよね、あ、2パットです、2発たまらず後方場外にダウン、たとえね、プロが、はい、クリーンにやろうと思っても、はい、キノネスがそれをやっぱりやらせないっていうところがあるんですよね、まあ、もちろんポコもそういう気はあんまりないでしょうけど、もうキノネスがやっぱりねコントロールしてますから、はい、まあ、このままでは済まないと思いますね、そうですね、立ち上がり静かなスタートですけども、どうしても、ああ、もう早くも志木さんが言った通りですね、これは無知ですか、これはキノネスがリング内に入るとき、ね、これベルトなんですよ、あ、ベルトですか、あ、ベルトですか、これ、あ、ミスターポコ自らのベルトですか、珍しいことじゃないですか、多分これもキノネスからの指示があったと思うんですよね、そうですか、あ、ムチはキノネス持ってます ね、自分で、うん、これも後で使いますよ、そうですか、はい、私は見たから知ってます、あら、それも気にならないでくださいよ、はい、知らないです、ダメです、あ、首を絞めるポーゴマードック、これは予想だにしなかったというかですね、このベルトだの直攻撃どうでしたか、マードックさん、beaten by his belt. Well, I was almost out at this point. He's almost choked me out at this point. Well, but he made a fatal mistake right there. It's when he got me to my feet and let go of the belt. See? If he had kept choking me, I would have been out. I see. But he made a mistake. Knockout 寸前だったらしいんですよ。窒息寸前。だけどあそこで話しちゃったから、少しカムバックできたと。そうですか。またこれ引っかかってますね。食い込んでますね。そして場外戦に。ポーグはマードックを、あっと、扉にゴーンという音がした、ファンズで、ファンなので声で分かりますね、いいですね、さあ、あなたもマードック一緒にどうぞ、あ、ここでね、逆転したマードックです、なんか左の人目立ってません、なんか誰でしょう、サブレベルですかね、え、いや、わかりませんね、サブレベルでしょうね、やっぱりもうあのピンクの憎いやつですね、あの動きからしたらサブレベルでしょうねそうですね、あ、サブレベル、あ、そうですか、実はやっぱり、あ、生で見てると強いですね、実はさすがに、はい、Watch this punch, Wally. あ、いいパンチありました、あ、ナックルパート、そしてストンピング、敵さんの熱い位置にマードック、さあここからですよ見せ場は、はい、あ、もうね説明しなくてもね、いい、マードックのエルボー入ってますね、いいですね、ガンガンいってほしいですね、2発、これはマードックのオリジナルなんですかね、この方法っていうか、 is that your original elbow drop at the apron? Yeah, I think soと思いますね、この使い方はなんかオリジナルって感じ、ね、I look pretty good at this point. Wally, is there any way we can cut it off right here? Right. ここまで自分が優勢だからここで編集カットしましょうって、そうしましょうって、マドさん、そんなこれからじゃないですか、 Since you didn't show up and help me、 ハンベイちゃんが助けに来なかったから、 I'm sorry. Whoa, ドキコ、 We better show that again. あれを見せてもらえないよね、いいですね、もう吉川さん、やっぱりですね、27年にわたって日本マットで活躍しているマードック選手、やっぱり不安っていうのは嬉しいですよね、そうですね、そんなにコールを喜んでるとは思わなかったですね、あ、エルボードロップ、いやー、もうここでカバーに入ってカウント、あっと、キノネスが、あー、ここね、キノネスをよく見ていたマードック、あ、しかしこれは悪の連携、あ、ラリアットかわした、ラリアットやりました、珍しい、やりますね、やりましたね、そしてナックルをポーゴに続いて悪のマネージャーキノネスにも、あ、しかしいかんせん1対2というハンディキャップマッチというかですね、どうしてもキノネスが邪魔ですけど、あ、ミゲル・ベレス・ジュニアも入ってきた、もうやはりプエルトリコ悪いやつらばっかりですね、あ、私この浜松のね会場にいたらですね、
リング下からね、マドック、マドックって選手たかったですね。これは1対3。しかし、カリスマ正義の味方。さすが専属レスラー、来ましたよ。次長エルモー。キニョネスも今日はノーコンテスト、6分18秒、ゴングが鳴らされております。ビッグマードックとミスター・ポーゴの注目のシングルマッチはノーコンテスト無効試合ですけども、ヘッドハンターズも入ってきた。塚さん、これやはりあのプエルトリコ君はやっぱ作戦通りだったんですかね。まあそうですよね、もうちょっとヤバくなったらこの手でというあれがあったかもしれないですね。マドックさん、無効試合になりましたけども、はい、あのプエルトリコ悪いやつばっかりですね本当に。The match was being called a no contest, and he said he don't like those Puerto Ricans. Well, I don't either. But you should have been there. That was your turn to be there, to the Iceman. Iceman じゃなくて半兵衛ちゃんくれよ。ありがとうございます。あの16日は、私も着替えを持っていきます。はい、それはいいんですけども。ああ、注目のシングルマッチは、志賀さん、やっぱりこういう結末になるというのは、まあ、ある程度予想しないわけでもなかったんですけどね、あ、流血ですね、はい、松永、金村、徳田、そしてアイスマンが救援に駆けつけました。でもマドックコールっていうのは試合前からこう試合後までマドックさん、マドックコール多かったですね。How was your, you like the Murdoch cherries? Yeah, you know, it tends to help you some. Mm-hmm. You know, when you're down and underneath and you think you're about to quit or give up or something, you hear them people start chanting, it gives you an extra little added incentive. Well, now we might have to block. で、ギブアップ取られそうになった時にマドック、マドック作ると、ああ、非常にもう勇気づけられる。なるほど。マイクアピールをしているマードック選手。これね、レフェリーが通訳するんですよ。マードックは交互に気持ちいいと言ってます。これがなかなか受けてたんですよ。これは新しいパターンでしたよ。これは、はい、日本の各団体のオフィスの方、これは分かりやすくて非常に無意弁でした。これはね、これは感心しました。無意弁はいいんですけども、言ってますけど、これは好きですね結構。いやー、はい、私ね、See, these people, they wanted Togo back out there too. How many times do you hear people chant like Togo, get them back out there? 注目のシングルマッチ、ディック・マドック対ミスター・ポーゴ、ノーコンテストに終わってしまった残念な結末でした。You know, Dick Murdoch has used some of the toughest battles in the world. And Dick Murdoch has got a synonymous name in Japan. One of the biggest names that ever appeared here, ever. Pogo, you're a tough individual. Well, let me tell you something. Megalito Perez, Victor Quiñones, if you want to get messed in a big fight, well, you just get right in it. Because I got a pretty good partner in the Iceman. And I'd like to thank you very much for coming out there and helping me. Pogo, Victor, Megalito Perez, get ready if you want a battle, because we'll bring it to you.